はアメリカのベリサイン社がレジストリを務めています。そしてこのトップレベルドメイン全体にまたがる調整管理を行う存在として ICANN と呼ばれる非営利組織があります。この ICANN はドメイン名や IP アドレスなどの全体管理を行っており、各レジストリは ICANN からトップレベルドメインの管理を委任されているという形になります。レジストリはこのトップレベルドメインの管理を行っていますが、.jp が欲しいといったようなユーザーからの手続きを直接受け付けているわけではありません。このレジストリとユーザーの間にはレジストラと呼ばれる事業者があるんです。レジストラには .com を扱っているところや .jp を扱っているところなど様々なところがあります。ユーザーはそのトップレベルドメインを扱っているレジストラを経由して登録手続きを行う形となっています。レジストリはこのレジストラ経由でユーザーから受け付けた手続きを正しく処理していくためにデータベースを管理し、ドメイン名が重複しないようにそれぞれのドメイン名の登録者情報を管理したりしています。また DNS の運用も行っています。この DNS というのはドメイン名をきちんとアクセスできるようにするための仕組みで、 DNS の運用というのもレジストリにとって重要な役割の一つです。DNS については後ほど詳しくご紹介します。さてここまでドメイン名についてご紹介してきましたが、企業の皆様や個人の方々がこの独自ドメイン名を登録するメリットとは一体何なんでしょうか。まずはやはり何といってもこの好きな文字列をウェブサイトやメールのアドレスとして使えるということですよね。商品や企業名そのままアドレスとして使うことができますので、何のウェブサイトなのか、どの企業のメールアドレスなのかといった情報が瞬時に伝わります。そして2つ目、アドレスが短くなることが挙げられます。プロバイダーなどから割り当てられたアドレスはどうしても長くなりがちなのですが、独自のドメイン名を登録すればアドレスがキュッと短く分かりやすいものになります。そして先ほどもちらっとご紹介しました通り、 JP ドメイン名などでは日本語を使ったこういったアドレスも登録ができますので、より一層覚えやすく口頭でも伝えやすくなります。この他にも検索エンジンの結果画面で上位に表示される SEO 効果が期待できたり、プロバイダーを乗り換える際にもアドレスを変更する必要がないため周知の手間がいらないなど様々なメリットがあります。そんな独自ドメイン名を登録する際には使用していく際の安全性や信頼感でトップレベルドメインを選ぶという視点が非常に重要となってきます。そこでぜひ皆様に知っていただきたいのが、私たち JBRS が登録管理を行う .jp。 なんとこの .jp 2年連続で世界で最も安全な国別ドメイン名として評価をされているんです。これはセキュリティ会社のマカフィー社が2010年まで発表を行っていたもので、各トップレベルドメインを利用するウェブサイトをサイバー犯罪に利用されていないかといった観点でチェックし、その安全性をランク付けしたものです。この評価の背景には JP ドメイン名を登録するには日本に住所があることといったような登録要件があることや、フィッシングなどに悪用された JP ドメイン名が発見された場合にはセキュリティ関連団体やサービスプロバイダーなどと連携して対応していることが挙げられます。さらに企業の皆様でしたらぜひとも押さえておいていただきたいのが、企業のための JP ドメイン名である co.jp です。さあこの co.jp、 上場企業の実に 97% の方々が登録をしているんです。これはこの JP ドメイン名がいかに安心で、それをいかに皆様が重要視されているかということが伺えますよね。企業の皆様にとってお名刺やパンフレットなどにアドレスとして記載するドメイン名は極めて重要なものですし、一度使い始めるとなかなか変更が難しいというのが実情です。長く使い続けていくことを考えれば、この文字列が与える安心感や信頼感は非常に重要なものとなりますよね。さてその他にも JP ドメイン名には地域発地域向けの情報発信にぴったりのものがあるんです。それが2012年11月よりサービスを開始いたしました都道府県型 JP ドメイン名です。〇〇
akita.jp や○○.tokyo.jp といったように、ドメイン名にそれぞれの都道府県の名称をそのまま含んでおりますので、地域発、地域向けの情報発信にぴったりなんです。日本国内に住所を持つ個人、組織であれば、いくつでも登録をすることができ、〇〇の部分には英数字、日本語のどちらも使用することができます。では、実際の活用事例をご覧いただきましょう。青森県にある新町商店街様や、長野県の石田垣ブランド推進協議会様では、新町.青森.jp や市田垣.長野.jp といったように、この都道府県型 JP ドメイン名を使用していただくことで、どの地域の情報なのかがより分かりやすくなったり、産地を強調したりできているんです。この他にもさまざまな場面でご活用いただいているこの都道府県型 JP ドメイン名、地域発、地域向けの情報発信をしていらっしゃる方や、今後していきたいとご検討中の方は、ぜひとも活用をご検討ください。それではセミナーは以上で終了となりますが、ここからは皆様お待ちかねの抽選会の方へと移ってまいりましょう。